はい、それでは今日はエクストラワンのラストオブパイパイという新イベントですね、こちらをやっていきたいと思います。なんだろう、馬姉妹の DKB 論争ですかね。はい、まあとりあえずパッとやっていきましょう。メンバーは、こちらですね。まあ大体 C レアまあ、を中心にしながらのメンバーでやっていきたいと思います。まあ、正直ここは、まあ、最近結構インフレ気味にエクストラステージも難しくなっていましたが、まあ、落ち着いてやっていけるステージだったんではないかと思います。まあ、なのでまあまあいつものメンバーでパパッとやって終わりっていう感じで終わっていきたいと思います。まあ自分としては1回目にパンパンパンといっただけで、ビビちゃんも特に使うことなくすんなりとクリアできたので、まあそれを踏襲しながら、まあ再現ですね。まあそんなプレイになればと思います。さて誰がどこに居座るといいのかっていうのはちょっとわからないですけれども、あとはもう流すだけですね。なのでまあ今回は別段そんなに喋ることもないんですが、とりあえずまあエクストラステージが今回からですかね、前半にステージ後半にステージに増えたというあたりで、2の方の攻略もまだプレイはしてないんですけれども、まあだんだんとやっていきたいなと思っております。まあ飛行系がいると弓キャラ入れると特攻でダメージ与えれるので非常に便利だなと思いますね。こういう風に雑魚キャラが多いような画面になった時にビビちゃんを使うといいのではないかなと思いますが、まあとりあえず今回は特に必要なかったというところで、まあ遠距離攻撃のキャラが敵キャラはちょっと少なめでしたかね。という感じでクリアとなっております。まあ、こっちはそんなにいろんなパターン必要ないかなと思いますんで、これはこれだけとして、エクストラ2の攻略に進みたいと思います。はい、それではそちらもできましたら、すぐにアップしますのでよろしくお願いします。あといつも高評価ボタンを押していただきましてありがとうございます。引き続き頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。ではまた、バイバーイ。